皆様こんにちは。 HIS ウェビナーオンラインで解決 M&A 海外事業パートナー開拓をスタートいたします。ご参加ありがとうございます。新型コロナウイルスの拡大の影響に伴い、海外渡航が困難な状況が世界規模で続いております。まだまだ入国規制が長引く中でも、多くの企業様が自社のビジネスを進化発展させる方法を模索されていることと思います。この選択肢の一つに海外のパートナー探索 M&A アライアンスがありますが、海外に行けないから諦めようと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな課題をですね、抱えている企業様の少しでもお役に立てるセミナーになればなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。改めまして、私本日司会進行を務めます、株式会社 HIS 人材開発チームの橋本かなと申します。現在はですね、スタッフに学びの場を提供するような、そんなチームを務めさせていただいております。ぜひ M&A アライアンスに関しましても、私も一緒に本日学んでいければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のアジェンダになります。オープニング終了後、セッションリモート環境下での海外パートナー探索と交渉、オンライン M&A 革命に入ります。本日はスピーカー、株式会社ビジット取締役、株式会社トライファンズ、プリンシパルの竹信正幸様よりお話をいただきます。その後ですね、セッション2、私どもの HIS ご提供サービスについて少しお話をさせていただきまして、その後 Q&A質疑応答ですね。そしてクロージングとなります。全体で60分を予定しておりますので、早速セッションに入りたいと思います。では、リモート環境下での海外パートナー探索と交渉、オンライン M&A 革命、株式会社ビジット取締役、株式会社トライファンズプリンシパルの竹信正幸様にお越しいただいております。竹信様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、お世話になっております。こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、株式会社ビジットの竹信と申します。本日はお忙しい中ですね、日中にお時間をいただき、セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日はリモート環境下での海外パートナー探索と交渉ということでですね、なかなかこう現地に行けない中でもですね、M&A での実行であるとか、あとはそこまで行かずともですね、海外の取引先の開拓であるとか、そういったところのですね、実行がある程度できるんだよというところをですね、少しご紹介をさせていただければというふうに思っております。また先ほどご案内もあった通りですね、何か気になることがあれば Q&A のところに書き込んでいただければ、途中でお時間を取ってですね、可能な範囲で答えていきたいなというふうに思っておりますので、30-40分ではありますけれどもですね、お付き合いいただけましたら幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、そもそも私ども株式会社ビジットっていうのはこう何者なのかというところから、なりますけれども、我々はですね、世界最大級のオンラインの海外の M&A のマッチングプラットフォームである、ビジット M&A というサービスを、運営をしている会社でございます。で、M&A のマッチングプラットフォームというとですね、なんかこう最近国内ではこういろんなサービスあるよねということで、いろいろお話しいただくこともあるとは思いますし、皆さんも何かこう見られたことあるのかなというふうに思っているんですけれども、我々はその中でもですね、こう海外案件に特化をしているというところが最大の特徴になっております。で、サービスの、具体的なですね、こう中身についてはですね、また後ほど改めて紹介させていただければと思うんですけれども、海外のですね、ユーザー数も含めてですけれども、5000社ぐらいのユーザーさんがいてですね、海外の案件が常に1000件以上ある、そんなようなですね、M&A のプラットフォームを運営をしております。で、なんでこんなプラットフォームを運営できるのかというところになるんですけれども、我々はですね、株式会社トライファンズというですね、会社の一部門からですね、スタートしてスピンアウトしているという会社なんですけれども、トライファンズというですね、会社自体は、ここのスライドにある通りですね、
いろんなこう企業様の課題、成長に向けた課題をですね、ワンストップでこう解決をしていく、ご支援をしていくというような会社でございまして、まあ、調査企画からですね、こう戦略の意思決定、それからまあブランドのクリエイティブ、マーケティング的なところですね、それからまあ提携先を探す、あるいはまああのキーになる人材がいなければそこの人材を調達するというようなところですね、こう全てカバーをしているような会社でございまして、でその中でもですね、調査企画ということで、まあ、世界60カ国ぐらいでですね、500以上のこう調査案件をやってきたというところがまあスタートになっている会社なので、そこの培ったですね、こうネットワークを生かして、M&A のこうプロフェッショナルとですね、こう関係を作ってきたというところがあってですね、今こういう形でまあサービスを提供できているという会社でございます。で、私自身はですね、もともとはあのコンサルティングのファームの方でこうキャリアをスタートしましてですね、そこの中でこうずっと、まあ、主には大企業さんを中心にですけれども、M&A のですね、こう実行のご支援ということで、戦略の立案のところからディールの交渉、それから買収した後の統合のご支援までですね、全てのこうフェーズをですね、こう支援するということをやらせていただいておりまして、で今こうビジットに移ってですね、こうプラットフォームの運営ということで、まあ、よりこう幅広い M&A の機会をですね、日本企業の皆さんにお届けをするという形の、まあ、仕事をさせていただいております。で、まあ、本日は、まあ、先ほど申し上げた通りなんですけれども、まあ、リモートワークもこう最近やってみたら、まあ、当初はそんなことできるのかという話もあったかと思うんですけれども、やってみたら意外とできるっていうのはですね、まあ、私自身もそうだったわけですけれども、皆さんもですね、今まさにリモートワークで参加されている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、意外とできたよねっていうところってあると思うんですよね。で、海外のパートナー探索っていうところも、まあ、それと似たようなところがあって、まあ、どうやってやるのよっていう話もありつつもですね、まあ、やってみたらできることもあるよねというところもあるので、まあ、そんなことをですね、こう少しでもですね、あ、やれそうじゃんというところをですね、こう感じていただけるといいなというふうに思っております。はい。で、まずはですね、ちょっとこうさらっと最近のこう M&A の現状みたいなところをですね、お話しできればなというふうに思ってはいるんですけれども、まあ、まずですね、この数値何かというところでいきますと、まあ、世界で起こったこう M&A のこう金額の中で、まあ、どれぐらいその海外の案件を買っているのかっていうのが左側のチャートなんですけれども、まあ、日本ってこう地域と北米、ヨーロッパ、アジアと並んでですね、まあ、結構な規模感になっているということで、まあ、海外の人たちから見たらですね、こう日本企業ってやっぱりその買い手としてすごい期待をされていると、やっぱりなんだかんだ言ってお金があるのでですね、そういうところでのこう期待感っていうところは、非常に大きいので、我々もその海外の M&A のプロフェッショナルと話すとですね、まあ、日本企業とやっぱりつながりたいという話っていうのは非常に多く、聞きます。それは、まあ、あのコロナのこの今の状況もまあ変わらずですね、そういった状況は続いているというところですね。で、案件、日本の企業が海外の会社を買っていく、買収していくっていうところの案件はですね、これあの、まあ、公開されているような比較的こう大規模の案件ベースを集計しているようなデータであってもですね、まあ、ずっと右肩上がりに伸びてきているというところが、まあ、去年までの状況でしたというところですね。で、まあ、直近はやっぱりこうコロナの状況でですね、落ち込んでいるというところはあるんですけれども、まあ、10年前ぐらいに比べるとですね、倍以上になっているというようなところですね。で、足元でいくと、まあ、少し4月とかですね、5月とか、やっぱりコロナの影響を受けて、まあ、去年の半分ぐらいのこう水準にこう落ち込んでいるというところではあるんですけれども、まあ、足元6月、7月ぐらいはですね、こう少しこう最悪の状況を出してですね、少しずつまあ案件増えて回復基調にあるのかなというところになってきています。で、じゃあその日本の企業ってどういうところの地域に出ていっているのかというところでいくとですね、やっぱりこうアジアと北米っていうところがまあ一つ大きいところかなというふうに思います。で、今年に入ってからは、まあ、アジアは去年まで非常にこう伸びてきていたんですけれども、コロナの影響もあってですね、アジアに関してはまあ結構スローダウンしているかなというような形にはなっています。はい。で、まあ、今のがこうマーケットのこう全体のこう数値で取れるところなんですけども、我々がこうお付き合いをしているこう、世界中、まあ、特にアジア、東南アジア地域のですね、こう M&A のプロフェッショナルと話していた時のまあ感覚からしても、まあ、当初はこう結構悲観的な声もあったんですけれども、直近だとやっぱり意外と、動けそうだねとか動き出てきているよっていうところもあってですね、まあ、M&A のこう活動というかですね、売却の案件がこう出てくるみたいなところもですね、まあ、比較的少しずつ戻ってきているかなというところですね。
特にその海外だとロックダウンというのがもう物理的に結構あったので、動けないから何もできませんみたいなところ結構多かったんですけれども、最近そういうこともなくなってきているのですよね。それに伴って少しこう M&A の動きというのもアクティブになりつつあるかなというところですね。特にその国内国内、海外の中での国内同士の、その案件みたいなところは結構動きが出てきているというのが、現在の状況かなというふうに思います。で一方、その日本の企業様ってどうなんだっていうところでいくとですね、我々のユーザーの会社様にですね、アンケートを取らせていただいた結果を今ここに載せているんですけれども、M&A の活動どうですかということでこうお聞きしたところですね、ここにあるように、その積極的に検討を実行してるっていう、今までと変わらずやってるよっていうところはですね、全体の2割ぐらいっていう形になっていますので、正直、やっぱりこの実際の投資までのハードルっていうのは高まっているんだろうなというのはですね、事実としてあるんだろうなと。ただ一方、1から3みたいにですね、同じようにっていうことではないけれども、別に検討自体はしてるよっていう会社さんはまで含めるとですね、全体の8割ぐらいになるので、そういう意味ではこう情報収集自体はですね、積極的にやっているっていう会社さんっていうのはまだまだ多いと。でそういう中でですね、少しずつオンラインの中でどういうふうにやっていこうかとかですね、ちょっとでもやれることはないかみたいなところのですね、工夫みたいなところはですね、少しずつ進んできているのかなというところでございますので、そういう今日はですね、そういう中でどういうふうに、企業様が使ってくださっているですね、企業様が、案件進めているのかというところをですね、この後お話をできればというふうに思っております。はい、なので、ウィズコロナ時代の、パートナー探索の在り方ということで、少しお話をさせていただければというふうに思っているんですけれども、ポイントとしてはですね、非常にこう当たり前のことではありますというところなんですけれども、やれることがリモートでもやれてみようよという話と、あとこう行けなくてもですね、現地のリソースを使うことで、現地は現地の中であれば動けるみたいなところもあるので、それをこううまく使えば詰められる部分はあるよねという話と、あとはですね、とは言ってもやっぱりなかなかフェイストゥーフェイスで会えないみたいなところでいくと、リスク取りきれないよっていう話はですね、お聞きするので、そういった中でこうスキーム工夫するとかですね、組み方っていうところの、この3つで、少しこう工夫をされている会社さんがあるかなというふうに思っています。で、最初の2つのところに関しては、いわゆる M&A とかパートナー探索のこうプロセスの中でですね、どういうふうにこう変わってきているのかというところでですね、縦にこうプロセスをこう書いてはいるんですけれども、これまでとこう現状というところで少しこう代表させていますけれども、探索だとかアプローチ、デューデリジェンス、実際に相手をこう詳しく見ていくというところですね。それから最終的な交渉、具体的な交渉ですけれども、課題感が特にあるところでいくと、その探索をするとかリストアップをしていくというところが一つと、であとデューデリジェンスってこう実際にこう詳しく調べていくところ、ここの2つがですね、大きなポイントとしてあるのかなというふうには思うんですけれども、これまでは、実際にですね、こう現地に行くとか、展示会に行きましょうとか、あるいは現地に駐在員がいる会社さんであれば、そういった方々、あるいは金融機関とか付き合いのあるアドバイザーさんからですね、情報をもらってるっていうところが、ほとんどだったかなと。で、これが現状どうなってるのかっていうところでいくと、その展示会自体もですね、展示会をこう運営されているような、プレイヤーさん自体もですね、少しこう取り組みを変えて、単なる中止っていうところから、オンラインでやるようなところが出てきているので、そういったところにこう参加してみようみたいなところがですね、出てきたりですとか。あとは我々のようなところを使ってですね、海外のこうリソースのある、そういう、 こう調査会社だとか、そういうところを使いながら調査をしていくとか、であとは我々のビジット M&A のようなですね、こうプラットフォームを作って情報を取っていくみたいな形でですね、一定量の情報っていうのは、それなりに取れるねと、むしろオンラインだから取りやすいこともいろいろあるねというところで、使ってくださっているようなプレイヤーの方もいらっしゃるというところですね。特にその日本でいう、いわゆるその自粛期間中みたいなところでいくと、我々のこうプラットフォームをですね、覗いてくださるユーザーさんというのはかなり増えまして、
まあ、これまでこう登録してちょこちょこ使ってくださっていたんですけれども、なかなかそこまで忙しくて見れてなかったという方がですね、じっくり眺めて、こんなと案件もあるんだということでですね、情報収集されたりみたいなところもですね、まあ、非常にこう最近は多く起こっているというところはございます。でアプローチのところは、まあ、これまではメールとか電話とかでですね、ちょっとまあこう興味あるんだけどということでアタックをしてですね、で向こう側も面白そうじゃんというふうになれば、まあ、対面でやってたところが、まあ、単にオンラインになっただけということで、これはまあむしろ、オンラインのハードルが下がった今だと全然やりやすいということですね、まあ、全然問題ない。でこのデューデリジェンスのところがまあ一番こう課題感があってですね、現地で現実態を見れないという中で、まあ、どうすればいいのというところだと思うんですけれども、いろいろメールと資料とかですね、メールだったりとか、あとはまあオンライン上 そのデータルームですね、まあ、クラウドサービスみたいなところにこうサーバーにこう情報を入れてもらって、そこで見ていくみたいなことはよくやるんですけれども、実際に見るところですね、ここをどうするのかというところが結構悩ましいというところで、まあ、後ろの事例でもご紹介を差し上げるんですけれども、まあ、ここをまあオンラインでやれるようにしていくとかですね、あと現地のリソースをうまく使いながらやっていくというようなところでですね、工夫をすることで、まあ、ある程度、まあ、解決できるというところも、まあ、やりながら見えてきたというところがありますので、まあ、そのあたりですね、ご紹介できればというふうに思います。で交渉のところは、まあ、フェイス2フェイスと言わなくてもですね、オンラインの面談で、話をするだけでですね、これは何も問題なくできているというところなので、特にそのデューディリジェンスとか探索というところをどうするのというところをですね、事例をご紹介しながらお話をできればなというふうには思っております。でスキームの工夫のところは、まあ、これ、まあ、割とシンプルな話でですね、まあ、よりライトな形で始めている会社さんというのがやっぱ最近すごい増えてますというところですね。まあ、買収をしようと思ってたんだけど、いきなり買収はちょっとやめようということで資本提携にするとか、資本提携もですね、ちょっとやめて業務提携にしていくとか、業務提携しようと思ってたんだけど、もうちょっと単純な商取引みたいな関係から始めようとかですね。でその取引ももっとこうロット数を減らして、ちょっと手スマっぽくやっていこうとかですね。まあ、そういう形で、スモールスタートしていくという形で、始めていく企業さんというのが多いかなというふうに思います。なので、まあ、買収を考えられていた会社様でいくと、まあ、買収っていうところだけではなくって、もっとこう広くパートナーを探したいという形でご相談をいただくケースっていうのが、まあ、最近は非常にこう日本企業様からお声掛けいただくっていうところが増えているかなというふうに思います。では、ケーススタディということで、パートナー探索とか、デューディリジェンスみたいなところですね、まあ、交渉とかどうやって進めているのかというところ、いくつか、事例をご紹介できればなというふうに思っております。で、ここなんですけど、一つ目がですね、リモートでデューディリジェンスをやりましたという事例ですね。まあ、製造業の会社さんなんですけれども、まあ、東南アジアでですね、まあ、ある企業グループが保有している製造子会社に対して、まあ、出資をしようということですね。こう完全に買収するということではなくて、こう半分ぐらい持たせてくれというようなことを考えていました。でこの会社さん自体はですね、こう現地に拠点がなかったので、どうするかということで、まあ、ご相談いただいたんですけれども、まあ、我々とですね、あとはこの領域がまあ結構ニッチなまあ製造の領域だったので、まあ、我々だとそこのこう知見というのはなかなか補いきれないということで、まあ、日本でですね、もう一人というか、そういったところに強い専門の方をですね、こう雇って、まあ、この2社がこう連携をして進めていくというような形でですね、やったケースでございます。で真ん中に書いてあるこうアドバイザーっていうのがまあ我々だったんですけれども、まあ、日本側にもこう現地側にもこうリソースがあったので、現地でですね、まあ、視察をしたりとかっていうところを我々がやるという形を取りましたというのが、まあ、これですね。で、まあ、具体的にまあどういうふうにやっていたのかというところでいくと、まあ、その現地に調査をして、まあ、日本側にこうレポートするとかレポートしていくっていうところなんですけれども、まあ、具体的にそのポイントとなるのがやっぱりその工場のまあ設備がどうなっているのかとか、ちゃんと動いているのかとかですね、あとはその中のオペレーションがちゃんと回っているのかみたいなところをやっぱりこう気にされるので、まあ、そこがどうなっているのかというのは非常にこう肝でしたと。ただまあその専門家自体はやっぱりこう渡航制限があるのでいけないということなので、まあ売り手側さんとですね、まあ、ちょっと相談をしてですね、まあ、工場の中のですね動画っていうのを撮らせてもらったりとかですね、
実際に稼働している状況っていうのをですね、そういう形でチェックしてですね、であとはまあ細かいですね、工場の設備の状況なんかもですね、結構細かいところまで、写真だったり動画っていうところをですね、こう丁寧に撮っていって、まあ、それをこう、連携を専門家の方にこう連携をするということで、まあ、チェックをして、いうことで、まあ実際に行くのと、まあ、遜色ないレベルでのこうチェックを行っていくということが、まあ、できましたというふうな事例ですね。でこちらは現地でいろんなサポートするという意味だと、まあ、後ほどご紹介もあると思うんですけれども、HIS さんの方の、レンタル HIS みたいなこうサービスでこう現地の駐在の方がですね、こう動いてくださるみたいなところがあるんですけど、まあ、まさにそういう感じでですね、現地のリソースをこ うまく使いながらやっていったというところで、まあ、オンラインでもですね、こういう形で、リモート環境の中でも、まあ、日本にいながら、そういったものを送ってもらえさえすればですね、チェックができるということで、まあ、当初ちょっとどういうふうにやろうかということでですね、やめようかなみたいなこととか、もう少し落ち着くまで、具体的に進めるのをやめようかという話もあったんですけれども、まあ、やれるだけやってみましょうよということで、始めてですね、やってみたらこう意外とできるねということでですね、ゴー、オア、ノーゴーの判断がきちんとできるところまで、まあ、このご支援によってですね、やれたというところが、このケースでございます。で次がですね、まあ、デューディリジェンスのプロセスではなくて、こう探索のところですね、ここでの、事例になるんですけれども、この会社さんは、中長期的にやっぱりアジアを成長領域としてこう考えている、まだそんなにこうアジアに出ていってないんですけど、中長期的にはアジアだねということで考えられているような小売の事業者さんですと。でまあ、コロナの影響をまあ非常にこう受けてはいるんですけれども、まあ、現地もですね、まあ、数年後には落ち着くだろうと、でこう5年10年のスパンで考えれば、絶対伸びるから、やっぱりこういい案件を探したいよ、ね、でむしろ、ここ1年はですね、こう仮に直近で買収しても赤字は出るだろうということは覚悟はしてもですね、通常で出ないような案件とか、特にその小売業さんなのでやっぱり立地が非常に重要というところなんですけれども、いい立地の案件ってどうしてもこう、地元のですね、こうだけのこうところで流れて終わってしまうみたいなこともあったりするんですけれども、まあ、今ならそういうところもですね、こう少し、案件が出やすくなってるんじゃないかということでですね、そこにまあちょっと狙いをつけて、まあ、積極的に探そうということを考えていらっしゃった会社さんですね。で、まあ、その中で、まあ、とは言っても動けないので、我々のところを、プラットフォームをですね、こう活用をしていただいておりまして、で、我々のこうプラットフォームはですね、こういう案件を探しているよ。こういう案件であれば、検討できますとか、買いたいですっていうのをですね、買い手側のニーズをこう登録することができます。なので、ここにこう書いてある通りですね、こう会員心のここにこう登録ができるので、ここに、こういう、規模感だったりとか、こういう事業を営んでるとか、そこのですね、こう条件を書き込むとですね、それをこう売り手側のですね、世界中の M&A のこうプロフェッショナルがそれを見ていますので、そこはですね、であればなんかこう自分の知り合いでこういうことビジネスやってる案件があるなとか、自分が抱えている売却の案件がフィットしそうだとかっていうのはですね、こう 提案が、売り手側の方からできるようになっているので、それを見てですね、世界中のそういう、プロフェッショナルたちから提案を受けることができたと。で、まあ、登録してから、まあ、1ヶ月とか2ヶ月の間でですね、まあ、10件とか、それぐらいこういろんなこう提案を受けることができてですね、で、まあ、実際今、その中で、まあ、面白いじゃんというふうなものについてはですね、本格的にまあ検討して、まあ、今後デューデリにちょっと入ろうかみたいなところまでこう来ているという形ですね。なので、まあ、日本にいながらにしてこう世界中のそういう、こうプロフェッショナルたちから、案件の情報提供を受けることができるというところが、まあ、できるので、こういったところをこう活用しながらですね、積極的に案件の情報をですね、探っていくということをやっているケースもございます。はい。で、3つ目、最後のケースになりますけれども、もうすべてリモート環境の中で出資までやってしまいましたというケースも、出てきましたというお話です。でこれも直近我々のユーザーさんの方でこういうことがあったんですけれども、まあ、国内でこうヘルスケア関連のですね、こう事業を営んでらっしゃる、まあ、中堅企業さんがですね、
まあ、海外でそのクリニックを展開をしていきたいということでですね、海外企業にまあマイノリティで出資をしました。で、案件のソーシング、探索については、基本的にこうビジットエマンデを通じてですね、行って、でこの会社さんの場合は、自分たちではなかなかそのM&Aの交渉のところとかっていうのは、まあ、スキル、M&Aのスキルということもありますし、やっぱりコミュニケーション上の問題っていうところもあってですね、ちょっと不安だということで、自分たちはちょっとだけではやりきれないっていうところもあったので、まあ、そこについてはですね、ちょっとご相談いただいて、まあ、弊社の方にもそのディールのサポートをできる部隊みたいなのがですね、こういますので、プラットフォームのサービスとはですね、別のまあオプション的な形で、そこのご支援もさせていただいて、まあ、デューディリジェンスだったりとか、交渉までのですね、すべてのプロセスを、サポートさせていただいて、それをリモートで行いましたという、ケースでございます。でこのケースに関しては、まあ、なんでこれができたんですかねっていうと、まあ、企業の、まあ、規模感自体がそんなに、まあ、大きくもなかったので、まあ、情報自体もこう非常にこうそんなにこう多岐にわたるという感じではなかったのと、まあ、ビジネスもこうシンプルだったので、まあ、現地の情報をちょっと見ればですね、どんなものかはある程度わかるよねというところだったというのは、まあ、非常にこう性質的にはやりやすい案件だったというのはあると思うんですけれども、まあ、あとは一方でですね、この会社の社長さんが、まあ、オーナー企業の社長さんではあったので、まあ、ある程度そのうまくいかないというところはあるかもしれないけれども、まあ、リスク取ってでもちょっとやってみようということで、まあ、この案件自体は1億円にこう満たないこう規模感の、ディールではあったので出資の金額としてですね、まあ、それであればリスク取ってやってみて全然大丈夫なんでちょっとやってみようよということで、まあ、そこの意思決定ができたというところの、まあ、2つが大きかったのかなというふうに思うんですけれども、基本的にはもうオンラインでこうミーティングでこう何件何回も何回もですねこう向こうとミーティングをしながらですね交渉して条件を詰めてですね、出資をしていったという形ですね。で、まあ、オンラインとはいえですね、こうミーティングをこうフェイスフェイスでこう重ねていくとですね、まあ、その中でこういろんな雑談もしたりとか、お互いのこう人となりなんかもですね、こう分かってくるみたいなところもあったので、まあ、会ってはいないし、こう一緒にこう食事とかをしているわけではないんですけれども、それでもこう一定ですね、相手側のこう会社のオーナーのこう人となりみたいなところは理解をできたりとか、オーナーさん同士でそこはこう意気投合するとかですね、まあ、そういうところも、オンラインでも一定できてこういう話につながっていたというような形ですね。はい。じゃちょっと一旦ここでですね、Q&A もし何かあればですね、ちょっと聞いてみたいと思います。どのような企業が利用しているのでしょうかということで、我々のプラットフォームでいくと業種はもう本当に利用している企業とかあとは登録されている案件もですねこう非常にこう多岐にわたる70業種ぐらいあってですね、非常にこう多岐にわたっているのでそこの業種の偏りというところは、ないですね、というのがまあ一つで、企業の規模感というところでいくと後ほど詳しくご説明差し上げますが我々のこうプラットフォーム自体は案件のこう規模感でいくと、まあ、1億円から50億円ぐらいのこう規模感の案件というところがまあメインになってくるので、まあ、そういったところをターゲットにしている会社さんというところがあってですね、売上規模でいくと本当にこう10億円、20億円ぐらいの会社様ですねから、本当1兆円を超えるぐらいの非常にこう大きな大企業様まで、ですね、こう幅広く使っていただいているというのが、まあ、実態でございます。なので、まあ、業種でいくとですね、やっぱりその直近だと、どうしてもそのコロナで影響を受けてしまっていて、ちょっと M&A どころではそもそもないという会社様もいらっしゃるので、まあ、そういったこう会社様はこう少しこう、なんですかね、アクティブに使うみたいなところはなかったりもするんですけれども、そういうことさえなければですね、できているかなというふうに思います。で、あとは、今ありましたね。売り手買い手現状どちらが有利でしょうかということなんですけれども、これはですねどっちのケースもあるというかですねコロナで、資金ニーズが
どうしてもこう売り手側に出てきてしまったと、いうことで、まあ、借り入れだけだとちょっと不安だから、まあ、資本みたいなところで入れてくれる会社を探しているというケースにおいては、まあ、どちらかというとこう買い手側の方が有利っていうケースはあるんですが、まあ、そうじゃない案件だと別にもう案件次第っていう形なので、やっぱりこう人気のあるようなこう会社であればいろんなこう、そういう興味を持っている会社さんがいっぱいついてくるので、まあ、そんな通りで有利っていうところもあるんですけれども、まあ、そういうことでない限りはですね、まあ、ケース案件の状況次第かなというところですかね。はい。そうですね。で、まあ、その資金ニーズみたいなところでいくと、やっぱこう4月5月ぐらいは結構そういう案件ちょこちょこ出てきていて、最近は少し落ち着いてるなという感覚はあります。でただこれもですね、あの経済の面での第2波第3波みたいなところが、まあ、グローバルの経済で起こってくるとですね、またちょっと潮目が変わってくるみたいなところはあると思うので、まあ、そうなるとまたそういう案件っていうのはこう多く出てくるかなというふうな印象ではございます。はい。では引き続きですね、ちょっとお話の方を続けさせていただければと思うんですけれども、じゃあそのツールとかサービスについてのですね、こう簡単なご紹介をさせていただければというふうに思います。で弊社グループと HRS 様はですね、まあ、提携をさせていただいているということもあってですね、まあこういう、こうパートナー探索だったりっていうところでですね、まあ、連携をしながら、まあ、いろんなご支援を会社様にさせていただいているというところで、現地の調査であるとかパートナー探索とか M&A の候補の探索っていうところで、まあ、いろんなサービスとかツールっていうのを、まあ、ご用意をしておりますというところですね。で現地調査のところでいけば、HIS 様であればその現地のですね、こうネットワークをこう非常にこう活用してレンタル HIS といったようなサービスもございますし、まあ、我々ももともとその海外調査っていうところを創業しているような会社ではあるので、まあ、そこのご支援をやるとかですね。でパートナーの探索のところでいくと、まあ、アライアンスというサービスと、M&A であればビジット M&A というですね、まあ、プラットフォームがあるというところでございます。で最近はなかなかそのいきなり M&A というところがやりにくいとか、そこまでリスク取れないというところがあるので、この、まあ、アライアンスのところのですね、パートナー探索をしたいというようなこうご相談をいただくというところが、まあ、非常にこう少しずつこう増えてきているなというところで、アライアンスのサービスのところからですね、簡単にご紹介をできればというふうに思うんですけれども、まあ、ビジット M&A 自体はですね、こう5000社のネットワークですし、まあ、世界160カ国にですね、まあ、ユーザーがいますので、まあ、そのネットワークで、特にそのプロフェッショナルが使っていますので、金融機関だったりとか M&A のアドバイザーとかのネットワークで、もともとその、トライファンズ側で持っているですね、各国の優良企業のリストだったりとか、あとはまあ個別でですね、こう政財界のですね、こうキーマンみたいなところとリレーションがあったりっていうのも国によってあるので、まあ、そういったところをネットワークでですね、いろんな会社さんを紹介してもらうといったようなところでですね、リストアップとか、まあ、そこの業務提携の実現みたいなところまで支援するサービスをやっていますということで、まあ、どういう会社がいいんですかねみたいなこのすり合わせをさせていただいてから、候補のリストをご提出させていただいて、そこからですね、こう追加調査をして詳細の会社の情報をお出しをして、実際にここが良さそうだというところであればですね、アプローチをして、商談をセットアップするというところまで、まあ、ご支援のサービスとしてはやらせていただいていまして、で実際その商談自体もですね、少しこうサポートしてほしいということであれば、そこも含めてサポートするような形での、サービスをやっていますというところですね。まあ、こんな形でロングリストみたいな話をですね、企業のリストをお出しさせていただいて、で興味ありそうなところについてはですね、もう少し具体的に、お調べをしてですね、まあ、どういう事業領域をカバーしているのかとかですね、みたいなところを整理もさせていただいてサポートするみたいなことをやっております。で着手もですね、費用を抑えたりっていうところで、料金としては、まあ、手前のところの費用はなるべくかからないような形にしてですね、成功後の報酬のウェイトを高くするような形で、まあ、事業成功に一緒にコミットしていくみたいなところでの、ご支援をしているというような形でやらせていただいている形ですね。で、ビジットの M&A ですけれども、こちらが先ほどから、まあ、ご紹介を差し上げているプラットフォームですけれども、まあ、特徴としてはここにあるように常時1000件以上の海外の売りの案件が掲載をされているということ、でそれからプロフェッショナルがですね、こう使っている、使ってくださっているので、そういう案件をですね、海外の案件を登録しているのは、海外のその M&A のプロフェッショナルたちっていうところが、
ほとんどなので、ある程度その、プロフェッショナルが扱っているようなちゃんとした案件というのが入ってくるというところと、日本だとなかなかその、探しにくいですね、小規模な案件、1億円ぐらいから50億円ぐらいまでのですね、比較的小規模な案件、日本で M&A をアドバイザーである、大手の金融機関さんとか銀行さんとか、そういうところがなかなか、持っていないようなですね、情報っていうのを、我々の方でご提供しているというところが、特徴かなというふうに思います。で、実際、ユーザーとしてはですね、M&A のプロフェッショナルの方々も使ってくださっているというところでですね、日本の金融機関さんだったりとか、あと左下にあります、最近提供させていただいた日本最大の独立系のですね、M&A のアドバイザー会社さんもあるんですけれども、そういった会社さんもですね、いわゆるその海外の小規模の案件を探すっていうときに、我々のプラットフォームを使ってくださったりということをやっていますので、そういった意味では、ある程度しっかりした情報がですね、ご提供できるサービスとして、プロにも認められているようなものかなというふうに思っております。でも実際、ここから先はですね、案件の方、ご紹介できればと思うんですけれども、こっちも、こちらのサービスもですね、料金としては、案件が具体的に進むとかいうところまで、一切料金がかからないようなフィーもですね、体験も含めてご提供していますので、情報収集だけであれば、かなりこうライトに使いやすいようなサービスの立て付けにはしておりまして、料金の体系としてもですね、マッチングの時にお支払いいただくか、中間金としてデューデリジェンスが始まったタイミングでお支払いいただくか、このどちらかをまずこうっていうのと、あとは最終的に制約した時に制約の報酬をいただくというですね、この組み合わせでやっていただいて、ご提供しているので、やっぱりこう会社さんによっては、デューデリジェンスまでいかないとですね、なんかこのサービスの利用料とか払えないよってお会社さんもいるので、そういう会社様であればですね、中間金プラス制約報酬って形のですね、使い方をしていただけると、無料で海外の情報がある程度取れるというところは実現できるような形になっております。で実際ですね、これ多分案件、ご紹介できればなと思うんですけど、日本語ベースだとこういう形でいろんな案件ありますよというのはですね、持ってきてみたんですけども、実際に、見ていただくのがいいかなというふうに思いますので、こんな形で、これがビジット M&A のですね、画面なんですけれども、もう本当にホテル予約のサイトのような形でですね、こんな形でいろんな案件が見れるようになっているという形です。で今、1000件、1件あってですね、で業種で絞ったりですとか、地域で絞ったりみたいなことが、できるようになっているというような形でございます。でこうやってこう見ていくとですね、いろんな業種の会社さんがあるなというのをこう、ご理解いただけるのかなと思うんですけれども、フィンテック系の会社もあればですね、建設会社みたいなのもありますと。であとはもう、製造業、電気系の製造業の会社さんとか、あとは飲料、ジュース屋さんとかですね、あと飲食店みたいなのも出てくるという形で、かなり幅広く、案件としては登録されているっていうところは、ご理解いただけるのかなというふうに思います。で、これをですね、今ここの画面だと概要しか見えないんですけれども、クリックをしていただくとですね、案件の詳細っていうところがですね、出てきて、もう少し案件についてこう詳しい情報がですね、案件によってこう、開示できる範囲で、開示されていて、売上がどうなっているとか見込みがどうなっているとかですね、どういう製品扱ってますかとかどういう地域で展開していますかみたいなところまではですね、情報が取れますと。でこれよりも詳しい情報を取りたければですね、ここにこう情報開示リクエストというのがありまして、でこれを送るとですね、相手側にこういう会社さんが情報開示してほしいっていうリクエストが来てますっていうのがですね、売り手側の、に伝わるので、向こうが OK をするとですね、マッチングっていう形になって、プラットフォーム上で、チャットとかのやり取りが、できるようになるというような、形になっています。なんで、そこからはですね、当事者同士で
やり取りしていただいて、まあ、個別にですね、秘密保持の契約を結んでいただいて、情報を出してもらって検討を進めていくっていうところが、できるようになっていくというような形のサービスなので、まあ、マッチングをして情報を取れるところまでおつなぎするというところに、まあ、機能としてはフォーカスをしているようなツールにはなっております。で、まあ、ここでこういろんなこう検索状況を絞って登録保存をしておくと、まあ、それがこう登録されるとこう通知で飛んできたりですとか、あと先ほどあったようなところでいくと、この買収条件を管理するとか登録するっていうところで、自分が探している案件をですね、こうクライテリアを登録するみたいなところでですね、提案が受けられるような形になっていますので、まあ、こういうところもですね、こう使っていただくと、まあ、海外から提案が届くようになるというような形の、まあ、ツールになっています。まあ、非常にこうシンプルではあるんですけれども、まあ、こんな形の立て付けになっているサービスでございます。ちょっと駆け足になりましたけれども、まあ、最後にということで、まあ、見ていただいて、いかがでしたでしょうかということで、まあ、さっきのサービスに関しては、まあ、オンラインで、まあ、無料で登録して使っていただけるツールですので、そういったところの情報っていうのは、まあ、かなり楽に取れるというような形になっております。で、M&A 公社みたいな形でですね、こ う, うまくやっている企業さんっていうのは、まあ、どのような案件でも状況でもですね、こう常に案件っていうのを探索したりとか検討していてですね、まあ、本当にこうちゃんとやってる会社さんであると、もう100件とか、いろんなこう情報を見て、でそこから 1,2 割ぐらいなんかこう秘密保持の契約とか結んでですね、詳細に情報を取って、で 2,3 件ぐらいデューデリジェンスをして1件決まっていくみたいなことをやったりとかしていますけれども、まあ、そんな形でこう常にいろんなことを探していますと。まあ、そんな中で、まあ、駐在員とかをですね、こう派遣しているような会社様でなくてもですね、まあ、先ほどのようなこうツールを使っていただければ、まあ、パートナー探索とかっていうのはですね、こうリモートでも、まあ、十分進めていただけるのかなというふうに思っていますし、まあ、金額としてもそんなにお金がかからない、おそらくその現地に出張行きましょうっていうのと同じぐらいのこう費用でですね、まあ、かなりライトにそういう世界中の情報を集められるようになっているというのが、まあ、今、現状ですので、まあ、そういったところをこ う, うまく活用しながらですね、いろんなこう検討を進めていただけるといいのかなというふうに思っております。はい、なのでまあ、こういう状況であっても、いろんなところの海外のこう機会みたいなのをですね、こう常にアンテナ張っておきたいんだっていうようなですね、会社様はですね、まあ、少しこうでもこう興味を持っていただければ、まあ、使っていただいてですね、こんな情報取れるんだっていうところをですね、こう感じていただけると、ありがたいかなというふうに思っております。はい。駆け足になりましたけれども、お話お聞きくださいまして本日はありがとうございます。少しでも我々ですとか、まあ、HIS さんのですね、こうツールとかに興味持っていただければ、追加でこういうことが気になるとかですね、実際どうなってるんだとか、こういうところでこういうケースでも対応できるのかとかですね、おっしゃっていただければいろんなお話できるかと思いますので、そのあたりはこう個別にお問い合わせもいただければなというふうに思いますので、ぜひぜひいろんなコメントを寄せていただければというふうに思っております。ありがとうございました。竹信様、大変ありがとうございました。では、ここからはですね、少しセッション2ということでお話をさせていただければと思います。セッション2ではですね、私どもの HIS のご提供サービスについてご案内をさせていただければと思っています。HIS と M&A、海外事業パートナー開拓のシナジオムレンタルサービスについて、そしてですね、ただいまご紹介がありましたビジット M&A の申し込み方法についてをご紹介させていただきます。まず先ほど竹信様のお話でもありましたレンタル HIS と聞いてですね、まあ、知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、こちらからご紹介させていただきます。この中においてですね、海外渡航が自由にできない今、出張先で行う予定だった業務をですね、HIS のグローバルネットワークを使って、70カ国、300都市、523拠点の海外スタッフが代行またはサポートさせていただいております。例えばですが、東南アジアでの食材輸入代行や、企業、学校組織、団体からの市場調査、そしてリストアップ、またはですね、金融機関の資産査定の代行業務などなど、さまざまなですね、業務を代行させていただいております。
言語の問題がご心配な方もですね、HIS スタッフは日本語を話せるスタッフがいますので、ご安心いただければと思っています。そして M&A 海外事業パートナー開拓のプロセスの中でですね、知りたいことを探索したいこと、そもそも海外をなりわいにして当社のレンタル HIS がこのようにお役立てできるかと思っています。次のページですが、それでも、まあ、この状況下でパートナー開拓や M&A、 ご自身が現地に行かないと判断が難しいなとお感じになるのであればですね、まあ、その際も、ご活用ができます。弊社独自のサービスとなりますが、当社の70カ国のグローバルネットワークを活用したですね、代理販売もスタートしておりまして、まあ、皆様の海外の、販路拡大に寄与することが可能かと思います。まあ、先日ですね、実はテレビ東京系列のカンブリア宮殿でも少しご紹介がありましたが、 HIS 大法人とアイリス大山様の家電をですね、 HIS 大法人の、顧客基盤を活用してセールスをするといった取り組みがスタートしておりました。こちらは HIS のスタッフがですね、アイリス大山様の家電を販売して販売台数を伸ばしております。まあ、このように海外に行けなくても販売ができない、人員が足りないなどと課題を抱えていらっしゃる企業様に、 HIS の海外支店スタッフ店舗を活用いただいて海外顧客への、拡大をお手伝いさせていただいております。そして次にですが、ビジット M&A の申し込み方法についてです。利用申し込みは無料でございますので、まずは情報の、活用だけでも OK でございます。中小型のですね、海外 M&A 案件を約1100件ですね、掲載しておりますので、国内最大規模となっております。ぜひご活用くださいませ。そして海外大手投資銀行や国内金融機関など約5000社にご利用いただいております。安心なウェブサービスになっておりますので、ぜひこの後の QR コードで読み取っていただいて、URL もしくは QR コードからですね、お申し込みいただければと思っています。またお問い合わせに関しましては、HIS 法人営業本部のこちらのメールアドレスもしくはお電話番号からご連絡いただければと思います。ということで最後にですね、Q&A 質疑応答に入っていきたいと思います。世界各国のまだ困難な状況が続きますので、ぜひこの中でですね、ご質問されたいという方いらっしゃれば、こちらの Q&A の方に、どんどん、ご質問の方をいただければと思います。はい、では早速ですが、質問の方を行っていただきたいと思いますので、竹信様、画面をオン、そして、ミュート解除をお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。いくつか、はい、ご質問いただいてますので、少しお答えいただきたいなと思うんですが、はい、まずは M&A を考えた際にですね、どのフェーズから相談すればよいでしょうかとご質問いただいておりますが、いかがでしょうか。これは逆に私の方からご相談させて、ご質問させていただいて、じゃあどういう、企業をお探しですかっていうのを私から質問をしたときにクリアに答えられるかどうかだと思うんですよね。クリアに答えられるっていうことであれば、おそらくやりたいこと、戦略みたいなところがある程度明確になっていて、その上で足りないピースとかどういうところと組めばですね、いいかっていうのが見えているので、おそらくそういう会社さんであったら、もうご自分でこう散策をされてっていうことをやらっていっていいと思うんですけれども、そもそもなんかそのあたりがですね、ちょっとこうまだ見えきれてないんだよねっていうことであれば、まあ、ちょっとこう考えているけれどもどうしようということであれば、もうそのフェーズからご相談をいただくというところで、そういう会社さんであればですね、そもそもそういうところのですね、こう壁打ちをしてそういうところをこうクリアにしていくというところからご支援をしたりというところもですね、やっていますので、その辺はこうご自身今のこう会社の状況に合わせてですね、お話をいただければいいのかなというふうに思っております。のぶ様ありがとうございます。ではもう一問行きたいと思っています。東南アジアで注目する国はございますでしょうかというご質問が来ております。いかがでしょうか。はい、ですね、これよくあるお話かなと思っていて、なんか美味しいネタとかあるんですかとかってこうよく聞かれるんですけども、
まあ、大抵そういうことを聞く人ってよくないって言ったらあれなんですけれども、やっぱりこうどういう事業をやってどういうふうになことをやってるかによって何がチャンスで何がこうかっていうの結構変わってくるので、まあ、それによるっていうところあるんですけれども、まあ、例えばその承継の案件みたいなところがいっぱい出てくるシンガポールとかだとですね、やっぱりその高齢化が進んでいて承継の案件みたいなのがいっぱい出てくるので、逆にまあそういうところにこうウォッチしておけば、そういう、こう小規模の承継案件をですね、こういくつもロールアップっていってこういっぱいこう買っていくみたいなところをですね、まあ、やりやすかったりとかするので、まあ、そういったところをこう軸にしながらアジアに少しずつこう展開をしていくとかっていうことをやっていくみたいなこともですね、まあ、そういう文脈で捉えればチャンスだと思うのであるっていうこともありますし、まあ、あとはこうベトナムなんかだとやっぱりその IT 系のこう人材みたいなところが、まあ、結構その、ある程度日本とかその、まあ、そういう周辺国で探すよりもですね、こう安い価格でまあ確保できるっていうところがあるので、まあ、いろんな会社さんが出ていってですね、やっていくんですけども、そんな中でもある程度教育もしっかりしていて、割とこう動かしやすいみたいなですね、こう開発会社さんのリソースを取っていくっていう意味では、まあ、ベトナムでそういう会社を探していくとかですね、みたいなことも、あるかなというふうに思いますので、まあ、それはこう結構ビジネスによって何を見るかによって、いろんな見方ができるかなというふうに思います。ありがとうございます、はい。あとはこれ両方いけそうですかね。あ、はい、じゃあどんどん、はい、もう一つが、情報開示リクエストの後の流れについて教えてくださいということで聞いております。はい、ですね、まあ、これに関しては、情報開示リクエストをするとですね、まあ、先ほどあったようにこの会社が、この案件についてですね、こう知りたいリクエスト情報開示してくださいっていうのが、来てますっていうのが相手側にこう見えて承認をするとシステム上でこうマッチングするので、まあ、お互いがつながって、チャットができるようになります。でここでまあシステム上でチャットしていただいてもいいですし、もう普通にメールベースでやり取りしたいよねっていうことであれば別にメールアドレス交換していただいてやっていただいていいんですけれども、まあ、そうなると大体向こうからですね、まあ、秘密保持契約にこうサインをしてくれということで秘密保持のこう契約を結ぶとですね、まあ、そうすると大体売り手側がもっとこう案件の詳細の情報っていうのをこう持っていますので、それがまあ送られてきて、それをもとにですね、じゃあどれぐらいのこう条件でこうこの進めるか進めないかみたいなところをこうそこにやり取りをしていって、いうのがですね、こう流れとしてまあ起こってくるかなという形ですね。で、そこら辺のコミュニケーションとか、あと M&A、基本的には先ほど申し上げた通り、売り手側は M&A のこうプロフェッショナルが登録して使っているってケースがほとんどなので、そういう、こういきなりこうプロと相対をしてそこら辺のこうコミュニケーションとかやり取りをしていくっていうのが難しいっていう会社様もいればですね、まあ、そのあたりこう我々が間にこうコミュニケーションのところでこう入ってですね、少しこうサポートをするっていうところは、コミュニケーションのサポートだったりとかいうところは、まあ、こうプラットフォームのですね、こうサポートのメンバーがちょっとこう間に入ってやらせていただくみたいなところはですね、ご相談いただくとやらせていただいたりというところもしております。ありがとうございます。はい、はい、では最後の質問です。はい、はい、ですかね。同様に、実行支援までされていたかと思いますが、その当時よりも、現在のビジットのプラットフォームサービスの方がよりクライアントへの価値を訴求できているとお感じになられている点をご教示くださいということです。はい、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました。ですね、これは先ほど申し上げた通り世界中であるということでですね、まあ、その当時よりもリーチできているその世界中の案件をこう見るとかですね、そういうところのこうアクセスがまあ非常にこう広かったっていうところがあるので、まあ、そこがですね、一つあるかなと。でまさにこういう、こうプロフェッショナルの方々も自分たちのこうクライアントにのビジネスにこうフィットする案件を探すのに我々のサービスをちょっと使おうっていうふうに使ってくださっているケースもあるぐらいなので、まあ、そういう意味ではこうよりそういうものをですね、こうグローバルに探すっていうところがやりやすくなっているというところがですね、あるかなというふうに思っていますし、まあ、その時にですね、まあ、規模が小さいものから、含めてですね、ご案内できるっていうところができるようになっているので、
て、まあ、前職だともう本当にこう上場企業の非常にこう規模の大きい会社さんとですね、まあ、お仕事させていただくということが多かったんですけれども、まあ、そうではなくってですね、もう本当にこう地方の中小企業のオーナー社長さんと、ご相談を受けて、ご支援させていただくということもあるんですけれども、まあ、そういった形でもっとこういろんなこう企業様にその海外に出ていくっていう、こうチャンスをですね、こう提供できるようになったというですね、まあ、この2つですね、幅の広さと、その規模っていうところで、まあ、そのより多くのですね、こう会社様にご支援できるっていうところが、私がこう前職でコンサルしていた時との、まあ、大きな違いかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。では時間となりましたので、ここで質疑応答を終了させていただきます。一部ご回答ができなかったご質問につきましては、後日メールにてご回答を一緒にお送りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では竹信様、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にこちらからご案内をさせていただきます。退出前にご案内となりますので、ぜひご確認いただければと思います。画面に表示されている退出後はですね、アンケートにぜひご協力ください。そして Twitter、YouTube 公式アカウントを作っております。 Twitter にはご感想を、そして YouTube も配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また Facebook コミュニティも作っております。海外視察部でご検索お願いいたします。 HIS 駐在員による海外小ネタなどもたくさん入っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後にですね、今後の無料ウェビナーのご案内となります。たくさんこちらからご用意をさせていただいているんですが、注目は明日というふうになっています。明日はですね、 HIS グループのロボット事業、責任者が語るロボットを活用した新しい働き方、暮らし方というふうになっております。こちらはですね、オフィスサービスエキスポ会場の活用現場をご覧いただきまして、ニューノーマル時代のロボットと人間の働き方を、現地からですね、富田社長に来ていただきまして、まあ、ロボットがどういうふうに今後なっていくかというところをお話しさせていただきますので、ぜひ無料ですので、ご参加いただければと思っています。そして最後に9月29日に関しましては、北京モーターショー2020がですね、開催される予定です。こちらはライブ中継で北京からつなぎましてご案内をさせていただきます。こちらもご参加可能な方はぜひご確認いただければと思います。では本当にありがとうございました。最後にですね、こちらからこちらの方でセミナーを終了したいと思います。本日はご参加どうもありがとうございました。